どうもね。今日は先日アリエキスプレスで買った T5 の LED がまだ残ってるので、ダイハツエッセのエアコンのところの LED とシフトゲージの LED を交換したいと思います。現状はこんな感じです。最初にこのナビのところのこのパネルを外してあげます。ダッシュボードを開けてあげるとちょっとここに手がかかるので、そのまま手で上げてあげれば力ずくでも外れます。ナビのところのカバーを外したら、このエアコンのこれを引っ張ってあげれば簡単に3つ抜けます。すると真ん中のここにネジが1本あるので、これを外してあげてください。あとこの内気と外気のところのカバーも外すの忘れないでください。次にエアコン部のカバーを外してください。道具がなくても取れます。外れました。カバーが外れたら、この電球のところにあるこの透明のカバーを外してあげてください。透明のやつはネジではなく爪みたいな感じで止まってます。こんな感じですね。透明なカバーが外れたら電球を引き抜いてください。せっかくなんでね、前回のハイゼットの時と同様、このアルミのテープを貼っていこうと思います。隠れちゃうとこなんでね、まあこんな感じでアルミテープがね貼れたんで LED を入れます。LED によってはね、極性があるものがあるので、取り付けたら点灯して確認してください。両方つかねえや。今度こそつきました。それでは元に戻していきます。OK。 次にこのシフトゲージのところを交換したいと思います。最初に後ろ側のこのネジを外します。ネジが外れたらカバーを持ち上げます。そうすると外れます。カバーを動かすと、このゲージのところのところと分離して少し隙間ができるんですよ。そうすると中にネジが2本あるので、これを外します。次にシフトの横左右にネジがあるので、これを外します。反対側も同様です。ネジが外れたら持ち上げてやれば簡単に外れます。 LED は運転席側のこの後ろ側のところですね、シフトの後ろのところにあります。これをひねってあげれば簡単に外れます。シフトのところもね、アルミのテープを貼りたいので、このカバーを外します。横に右側に2箇所、左側にも2箇所爪があるので、これを外してあげてください。反対側も同様です。爪を外したらすぐ取れます。
ここもね隠れちゃうとこなんで、こんなもんで OK っしょ。あ、いけね、 LED で忘れてた。今度は一発で突っかな。またダメだ。OK、 あとは元に戻すだけです。こんな感じになりました。映像だとねちょっと分かりづらいかもしれないんですが、めちゃめちゃ明るくなりました。アルミのテープがねちょっとね貼りづらいんですけど、それ以外はねとっても簡単にできました。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。